ちょ、邪魔。おじいちゃん邪魔。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、怪奇動けずの夜をやっていきたいんやけど、なんかいっぱい増えてるな。これなんか定期的に増えていくね。なんでやろう。レベルが上がるごとに増えよるとかかな。とりあえず、はい。ごめんね、ガラクタおじさん。全然行けなくって。桜本町で妖怪の噂を調査。稲荷神社の近所に住むおばさんが何か困ったことがあるらしい。おばさんに話を聞いてみよう。稲荷神社さえ、さっきのところやんね。さあ、連れてけい。あ、この人？え、速攻やん。振り向いたら。すみません。ちょっとお話を聞いてもいいですか？何かしら？この町でおかしな噂があるって聞いたんですが、何か変わったこととかありませんでしたか？そうね。その噂と関係あるかわからないけど、うちの子がすっかりお化けを信じ込んじゃってるのよ。何かに取り憑かれている気がするって言って、夜眠るのが怖いみたいでね。最近あんまり眠れていないみたいなのよ。体を壊さないか心配で。あなた、うちの子と年が近いみたいだし、話を聞いてあげてくれない？私にはあまり詳しく話をしてくれなくてね。お願いできるかしら。よく他人にそんなこと言えるね。桜本町で妖怪の噂を調べていると、おばさんから気になる話を聞き出した。奥さんが何かに取り憑かれたらしく、夜眠るのが怖くなってしまったという。もしかして妖怪の仕業でしょうはね。はい。任せてください。ありがとうね。うちの子は今、太陽テレビの前にいるはずよ。太陽テレビですか？学校の友達と遊ぶ約束をしてるらしくて、その待ち合わせ場所らしいわ。それじゃあよろしくお願いね。怪奇動けずの夜発生クエストを進めてみよう。なるほど、引きこもったりとかしてるわけじゃなく元気なんやね。ゴーゴーゴー。太陽テレビに行こう。あ、あっこやね、太陽テレビ。ってことは、あ、あれや、おったおった。え、同じぐらいって言わんかった？同じぐらいっていうのはケイタと同じぐらいってこと？トーマとは全然同じぐらいには見えんけど。ちょっといいかな。何、うん、この街で変な噂が流れてるって聞いたんだけど、知らないかな。変な噂、夜が怖くて眠れないのはきっとお化けのせいなんだよ。でもお母さんもお父さんもお化けなんていないって言うんだ。もしかしてそのお化けに何かされたの？トイレに行こうと思って夜起きた時なんだけど、目は開いてるのに体が動かなくて、お腹のあたりがすっごく重いんだ。やっぱ金縛りじゃない？金縛りってやつかな。ね。どうしようって思ってるうちに、近くで怖い声が聞こえたんだ。怖い声、何か言ってたの？うん。うなってるみたいな不気味な声だったよ。僕、お化けに取り憑かれちゃってるのかな？ね、あの、向こうから歩いてくるおじいさんさ、ガニ股すぎ。怖いよ。なるほど。妖怪が男の子に取り付いてるのかも。近くをサーチして確かめてみよう。このおじいさんどこからも行くやん。目が覚めてるのに体が動かないって怖いね。あの子を助けるためにも妖怪を見つけよう。あ、え、かわいい。なにこの子、ジバニャンみたいやん。ちょ、邪魔。おじいちゃん邪魔。猫股を見つけた。なに、なんで止まった君。びっくりしたんやけど、え、超可愛いんやけど。何、首周りのモフモフ。また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 登場にゃ。超可愛い。俺っち猫また。何、またまただと。またまたじゃねえ。またまたって、ケイタ君知り合い？いや、初対面だと思うけど。それじゃあどうしてまたまたなんだろう。口癖じゃないから。にゃー、俺っちに用があるなら早く言えにゃん。表の子たちはみんな同じ喋り方なの。ジバニャンと全く同じ喋り方なんだけど、一人称まで。おい。なら担当直入に言わせてもらうぜ。人間に悪さをしてるんなら今すぐやめてくれ。にゃにゃ。俺っち悪さしてないにゃんよ。俺っちはたまたま家に居ついてるだけにゃん。悪いことはこれっぽっちもしてないにゃん。はあ、こいつシラを着る気か。まあまあ、いつき君落ち着いて。あの子の家に居ついてるならそれをやめてほしいんだ。即答？あの人間の家は俺っちにとって快適なのにゃん。だから野良生活に戻るのは嫌なにゃん。離れる気は全くないにゃん。そういえばうちのジバニャンもたまに勝手に私のベッドで寝たりするのよね。あれ勝手になんや、思いっきり寝とったけどね。
ジバニャンって30年後もそうなんだ。お前、お前の事情なんか知るか。いいから男の子から離れろ。俺っち追い出そうとするにゃんて。さてはノラの猫妖怪をいじめる人間にゃん。超怒ってるんですけど。なんか誤解されちゃったみたい。ダメだよ。いつき、もうちょっと優しく言わないと。はあ、なんでだよ、正論を言っただけだろ。それじゃあ解決しないんだよ。ノラの猫妖怪をいじめるやつは俺っちが許さないにゃん。バチコーンとお仕置きしてやるにゃん。あ、戦闘？かわいい。欲しい、この子。めっちゃ可愛いやん、もう猫また。可愛いって言いながらこれからボコボコにします。鬼の手、よしよしよし、吹っ飛ばします。鬼の手で容赦なく吹っ飛ばします。ありがとう、いっぱい回復してくれて。もうシャドウサイドにまで変化して全力で戦っていく。ミッション、待って、そこの拾わせて、いけるいける。あー、いけない。速攻やったね。にゃー、負けたにゃん。俺っちお菓子のつまみ食いしか悪いことしてにゃんように、あんまりにゃん。悪いことのスケールちっちゃ。おい、嘘をつけ。それならお前、夜中にしている悪事を言ってみろ。にゃーん。夜中？夜ならおとなしく布団の上で寝てるにゃん。布団の上で？にゃん。布団の中だと暑すぎるから、人間が寝てる上がちょうどいいのに。わかるにゃん。しっくりくる温度でぐっすり眠れるにゃん。まあね、普通の猫でも人の上で結構寝るよね。さすが同じ猫妖怪だよね。かわいいかわいいかわいいがすぎる。もしかしてあの男の子の金縛りの原因は猫股が上に乗っかってたからじゃない？え？そっか、あの男の子は猫股の姿が見えないもんね。ね、それじゃあ不気味な声の正体は？まさか猫股のいびきとかじゃないよな。その可能性は大いに。君な声。そういえば前に他の妖怪に言われたけど、俺っちいびきがうるさいらしいにゃん。ま、自分で聞いたことにゃいから本当かどうかわからないけどにゃ。あのな、おいおい、自分のいびきを聞いたやつなんているわけないだろ。いや、すごい気になるよね。でもなんか一応なんかそういうの測れるものがあるみたいなの聞いたことあるけど、自分が寝る間にちょっと録音しといたかったりとか。でも怖いよね。めっちゃいびっかきよったらどうしようみたいな。なんか調子狂うにゃん。あまり真に受けられると困るっていうか、ちょっとやりづらいにゃんね。わかり合ってる。ねえ。かわいい。ねえ。どれ猫また。夜に男の子の布団の上で寝ることなんだけど、男の子は猫またのことが見えないから怖がってるの。それで夜もぐっすり眠れないみたいだから、猫またにやめてもらいたくてお願いしに来たんだ。そうだったにゃん。そりゃ悪いことしたにゃん。でも家を離れるとしたら、次に住み着く場所を見つけてからがいいにゃん。ちょっと、他の家に住み着く気満々じゃん。本当に悪いと思ってるの？ちょっとだけ思ってるにゃん。ちょっとだけなんだ。あの首周りのモフモフが可愛いな。あのさ、もし住むところに困ってるなら俺の家に来る？まあ見えとったらまだね。何？妖怪を住ませるなんて正気か？だって困ってるみたいだし、妖怪が見えない人の家にまた住み着いたらその人たちを怖がらしちゃうだろ。それよりも俺の家に住んでもらった方がいいかなって思ったんだけど、どうかな。遠慮なく住ませてもらうにゃ。ありがとにゃ。ってことはあの子の妖怪になるのか。よかった、よろしくね、こまた。よろしくにゃ。じゃあ俺っちは先に家に行ってるにゃ。私が欲しかった。お、行っちゃった。結構ドライだね。おい、今回はうまくいったけどよ、いつか妖怪に騙されても知らねえぞ。大丈夫、あの頃の悩みも解決できたんだしさ。お、猫また死の家に行ったんじゃないの？家知ってるの？そういえばこれ渡すの忘れてたにゃ。猫またが友達妖怪に。猫また、これは私も呼び出されたということか。
猫又の妖怪アークを大切にしまい込んだ。いいね。いいね。で、こんな軽い感じでくれるものなの？ん？まあ、猫だし。うん、猫だしね。やれやれ。お前ら猫だからで納得しようとしないか？な、猫だから。怪奇動けずの夜、バッチリ解決。てか、あの子どこ行った？あ、おった。そういえば、夜に聞こえたお化けの声、グゴー、グゴーって感じだったんだ。もしかして、お化けも人みたいにいびきをかくのかな？そう思ったらなんだか怖くない気がしてきたよ。もうなんか、自分自身で真相にたどり着きよる。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次はあやかしが住まう河原。河原？最初のところかな？違うかな？